こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ローライのですね、2.8F と並んで非常に人気の高いですね、ポピュラーな二眼レフカメラボディ、ローライフレックスの 3.5F というですねモデルになっておりますね。はい、ご覧の通り 3.5F の 5F の刻印がありますね。はい、非常に人気の高いですねモデルになっております。2.8F が王道と言われておりますけれども、2.8F よりもですね、この軽量でバランスも良くですね、この 75mm のですね、この画角がスナップ向きだということで、女性とかですね、スナップシューターにも非常に人気のモデルとなっております。でもって今回はですね、このクセノタールというですね、レンズが搭載されておりまして、通常のプラナよりもですね、非常に数が希少で写りもいいということで、お探しの方も多いと思いますので、ぜひチェックしてくださいませ。はい。では、外観から見ていきます。はい、ご覧いただいてます通りですね、全体的にですね、金属の腐食、錆、汚れとかですね、ペイントロス、当たり、へこみ、なども見られずに、大変備品と言っていい状態だと思いますね。針側もですね、剥がれたり、めくれたり、変色したりといったような瑕疵も見られずに、だいぶ備品と言って差し支えない状態をキープしている個体だと思いますね。はい、外観につきましてはですね、この動画と画像でも、たくさん掲載してますので、客観的にもご確認もお願いいたします。はい。あとはこの露出系のカバーですね。もう割れたりひび割れたりしてないですね。はい。で、レンズですけれども、ティークレンズ、リューレンズともにですね、擦れ傷、ひっかき傷、コーティングの剥離とか摩耗などの見られずに、綺麗な状態ですね。中玉にも曇りカビ、バルサム切れとかですね、あと、チリホコリも、目視で確認できませんので、覗いてですね、見にくかったりとか、撮影して画質に何か影響があったりするような、瑕疵は全くないと思っていただいて大丈夫です。はい。ウストレベルも畳み込み、はい、立ち上がり、問題ないですね。レベも綺麗に立ち上がってますね。はい。フォーカチングスクリーンも綺麗ですね。傷だらけになったりとか、変な擦れ、傷があったりとか、書き込みがあったりもしてないですね。はい。で、ルーブじゃなくて、ミラーの劣化もないようですね。はい。はい。こんな感じですね。フィルム質も、はい、綺麗ですね。中に金属の腐食、錆、汚れとかないですね。後玉の擦れとか、傷もないです。はい、しっくり閉まってますね。これは取れちゃう。はい。見えませんね。はい。はい。きっちりつけないといけないんですね。はい。あとはですね。はい。軽く使い方を説明すると、この構えて右側のダイヤルが、この赤いのが動くので、シャッタースピードですね。左側のダイヤルが、この絞りになっております。このライトバリューというですね、シャッタースピードを動かすと、こう、連動して動くように仕組みになってますね。こう、ライトバリューがですね、やや硬く感じますけどもですね、この左側のボタンを押しながら、こう動かすと、絞りだけ動かすことができますね。はい。で、露出系がですね、こう、ついてますけれども、細い針がですね、こう動いているのがお分かりいただけますね。これが露出系ですね。はい。で、シャッタースピードとか、絞りを動かして、この、細い針にですね、この、はい、この先の丸い針を重ねてあげることで適正露出を得られるという仕組みになってますね。はい。まあ、何分古い機械ですので、まあ、目安程度にしかならないんですけれども、空根が程度でしたらですね、この通りに取っていただいても全く問題なく取れると思いますね。はい。露出系のですね、このスイッチは、保証の対象外になっておりますので、一応ご留意ください。はい。あとちょっと申し遅れましたが、これですね。ピントの繰り出しも平行で滑らかですね。引っかかりとか、スカスカになったりとかしてないですね。これもしっかりとしています。はい。じゃあですね、シャッターをチェックしていきます。
シャッターは低速1秒から見ていきましょう。はい、これを奥に1回動かすと、フィルムが1枚送られまして、3回転元に戻すとシャッターがチャージされるんですね。今1秒ですね。はい、1秒。いや長い感じもしますけれども、安定して動いてはいますね。はい。次が2分の1秒ですね。はい。はい、2分の1秒。しっかり可変してますね。動いてますね。はい。刻んでおります。はい。次が4分の1秒ですね。はい。しっかりしてますね。4分の1秒。はい。安定して、こちらも切れてますね。はい。次が60分の1秒ですね。はい。収束のシャッター見ていきます。はい。収束もしっかり動いてますね。はい。ご覧の通りです。はい。ローラーフレックス特有の静かなシャッター音でしっかり切れてますね。はい。でもって、はい。最後は500分の1秒。はい。高速シャッターを見ていきます。はい。これも一瞬ですけども、しっかり開いているのがお分かりいただけると、はい、思いますね。はい。いいですね。はい。ということで、低速から高速まで、シャッターに問題なく動いているのがお分かりいただけます。はい。このフィルム送りとシャッターチャージもですね、重くなったりガリガリしたりしないで、スムーズに動いてますね。はい。はい。ということでですね、クセノタール搭載の非常に希少で人気の高い 3.5F ですね。外観も備品で動作も完調ですので、非常にいい個体だと思いますが、念のため末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、ローライですね。ライフレックスの 2.8F と並んで非常に人気の高い、ローライフレックス2眼レフボディ 3.5F のクセノタール搭載のバリエーションになっております。大変非常にいい個体ですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。